レーナルド・スターリング・ロペス・ケリーは、ドミニカ共和国産、ペドロ・デマコリス州サンペドロ・デマコリス出身の、プロ野球選手。宇藤右打ち。MLB のシカゴ・ホワイトソックス所属。2012年6月にワシントン・ナショナルズと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ナショナルズで、プロデビュー。5試合に登板して1勝1敗1セーブ。 防御率3.38、9奪三振を記録した。2013年は、A-9 オーバーンダブルデイズと A 級、ヘイガーズタウンサンズでプレイし、2球団合計で2試合に先発登板して0勝1敗、防御率16.88、4奪三振を記録した。2014年も、A-9 オーバーンと A 級ヘイガーズタウンで、 プレーし、2球団合計で16試合に先発登板して7勝3敗、防御率1.08、70奪三振を記録した。2015年は A 級ポトマックナショナルズでプレーし、19試合に先発登板して6勝7敗、防御率4.09、94奪三振を記録した。2016年は開幕を A 級ハリスバーグセネターズで迎えた。 6月27日にトリプル A 級シラキュースチーフスへ昇格し、7月にはオールスターフューチャーズゲームに選出された。7月17日にナショナルズ監督のダスティベーカーがロペスを19日にメジャー昇格させることを発表し、当日メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。メジャーデビューとなった同日のロサンゼルスドジャース戦では先発して4.2回を 6失点で敗戦投手となったが9奪三振を記録するなど三振脱失能力の高さを垣間見せた8月13日のアトランタブレイブス戦では6.2回を無失点の高頭でメジャー初勝利を挙げたこの年メジャーでは11試合に登板して5勝3敗防御率4.9142奪三振を記録したシカゴホワイトソックス時代二千十六年十二月八日に アダム・イートンとのトレードで、ルーカス・ジオリとデイン・ダニングと共に、シカゴ・ホワイトソックスへ移籍した。2017年は、開幕から、参加のトリプル A 級、シャーロット・ナイツでプレーし、22試合に、先発登板して6勝7敗、防御率3.7931奪三振の成績を残した。8月8日に、メジャー昇格した後は先発ローテーション入りし、8試合に、 先発登板して3勝3敗、防御率4.72位、30奪三振を記録した。2018年は1年通して、ホワイトソックスの先発ローテーションに定着していた。32先発で7勝10敗だった。2019年は10勝15敗で、防御率5.38で、MLB で最長の本塁打を、ノマー・マザラに打たれた。 また、MLB では最もゴロ率が低かった。平均90マイルパーアワー中盤の速球とスライダーで空振りを奪えるが、本塁打を打たれることが多く、強気な投球はリリーフ向きと評される。ありがとうございます。